そうです。はい、ということで久々の軍法の更新ですけども、今日は軍の工作タイムというコーナーです。イエーイ。はい、ちょっとね、あのお風呂場のタイルのところに入り込んでおしっこをして怒られていて、多少テンションが下がっている、そんな花正先生をゲストにお迎えし、今日はおこのですね、ベッド周りのアイテムの工作をしていこうと思います。はい、で今までですね、まあ小児の病棟に行ったことがある方ならわかると思うんですけど、ベッドから転落しないように、なんか前後で結構高めの柵があって、こうね、横すごい高く上がるような感じのが、こうなんだろうな、ちびっこちゃんたちのベッドなんですけど、なんかケアがしやすいように、実はうちは成人ベッド、普通の成人ベッド使ってるの、この高さがなくなっちゃったんですよ。今まではこことここにこうなんだろうな、ハロウィンのやつを下げたりとか、なんかそういうお飾りをして、なんかこうキラキラしてて見てて楽しいなみたいなのができたんですけど、成人用のベッドだからここのね、高さがなくなっちゃって、ここからここにかけるっていうことができなくなっちゃったのでね、新しいアイデアで今回はやっていこうと思います。そう、なんかそういう理由でしばらくね、飾り物あんまりできてなかったのでね、楽しんでいただこうかと。で、ちょっと見えちゃってるんですけど、今回はどんなね、お飾りにしていこうかっていうことを考えたんです。というのも、まあ、シーズンをね、なかなか楽しめないということで、こう、季節を楽しんでほしいなっていうのをテーマにやろうと思ったんですけど、若干過ぎてしまったんですが、先日ですね、私、足利フラワーパークというところに行ってお花を見てきたんですよ。数年前から気になってて、いつか行ってみたいなと思ってた場所だったんですけど、すごい綺麗だったんで、藤棚をちょっと再現して、やろうかなと思って、Amazon で藤造花で調べたら届いたのがこちらです。あまりにも、ね、あまりにも色が違うんですよ。貼っときますけど、ちょっとあまりにも色が違ったんですけど、まあ、ね、ということでこれをやって使ってやっていきましょう。実際に富士見に行ったんですが、全然こんな真紫な品種はなくてですね、もうちょっとなんていうんですかね、薄紫色だったんですけどもね、はーい、そんな感じです。で、すでにこれはちょっと一旦ね、切ってみたりしちゃったんですけど、こんな感じでですね、結構長いんですよ。実物もここまで長い富士ってなかったかなと思うんで、少し長めなので、あんまり長いとちょっとね、顔に当たったりするのも微妙なので、多分これね、半分ぐらいの長さに切って、ここら辺に足していった方が、こう何、藤棚っぽくなりそうなので、ちょっとカットしてくっつけたりしようと思います。で、私もちろんグルガン持ってるので、これでくっつけて、さらにテープとかで巻いて、絶対に取れないように、安全だよっていう安全第一の加工をね、していこうかなと思います。はい。で、ベッドの柵に、ベッドの柵にくくりつけることができないとなって、私はどうしようかなと考えて、こちらをね、買ってみましたの。こちらを買ってみました。ちょっと全貌が見えにくいのですが、スタンドタイプのタブレットの、あれですね。こういうやつなんですよ。結構しっかりしてて、ここをがっちり留めれば、大丈夫そうなので、そんなにね、総重量重くはならないと思うので、何やってるんです？はい、いけると思います。あら、もうここに吊るしちゃうよ、うーんってね。はい、そこ行って、お邪魔だからね。はい、そんな感じでいけば、ベッドのヘッドボードのところがここに来て、で、こう子がこう寝てるから見えるみたいな感じの想定で作っていこうと思います。これならね、何やってんの？何グルガン持ってこうとしてるの？喜ばない。ノーだよ。ね、あんたなんかもうこんなやけどしてヒーってなっちゃうのがダメだよ。罰です。罰です。ピッ。ダメです、お手。ありがとう。ありがとう。はい、して。してです。はい、ありがとう。立て。バイバイ、イエーイ、はい、ありがとう、はい、さよなら。どうしてもこのグルーガンでね、遊びたいらしいんですけど、これはダメです。はい、無理です。はい、ってことでですね、どんくらい使うのかわかんないですけど、この富士はね、結構な数がセットだったんで、多少失敗したりしても大丈夫だと思うので、なんかとりあえずまずはその長さを半分に切って、ちょっと富士をいっぱいつけてってみて調整しようかなと思います。レッツラゴー。
はい、始まりましたということで、まあ、どうやって固定したらいいかわかんないので、まずはこのスタンドに藤のやつをテープでくるくるつけて、はい、でなんかちょっと間引いて半分に切って、それを枝の途中につけてみたいな感じでなんとなくやってみてます。これでいいのでしょうか。実際にね、見た藤棚っていうのはなんかこういうね細い枝じゃなくて、もっとなんかブリブリ流木みたいな感じで木の枝が巡ってて、そこからこうねちょろっと花が生えてるみたいな感じだったんで、だいぶイメージとは違っちゃうんですけど、まあなんかそれっぽくできればいいんじゃないのかなということで、はい、やっていきたいと思います。でグルーガンでだけで止めても、意外とグルーガンってなんかつるっとしたものにつけた時にポロッと取れる時があるので、それだと危ないので、あのビニールのテープでさらにくるくる巻くことによって、安心安全設計、安全第一設計ということになっております。まあでもこれあの下からね見上げる形になると思うので、時々内側に入って見上げながら、こうどこが足りないかななんていうのを足しつつ、はい、やってってみてます。まあこんな感じでだいぶちょっとね増えてはきましたね。本当に感覚だし、こういうのなんかどう言ったらね上手にできるかみたいなの分かんないので、すごい適当にやってはいったんですけど、なんかそれ風な感じにはなってきた気がします。ちなみにこれは足利フラワーパークが4月のね末ぐらいから5月の頭ぐらいだったかな。でも暖かかったから今年はちょっと終わりが早かったなんて噂も聞いたんですけど、なんか季節のお花だったり季節の行事だったりに合わせて、今まであのベッド周りの装飾もしてたので、そんな感じでやってあげようかなと思って、次何にしようかなっていうのを考えてるんですよ。まあ月1ぐらいのターンで帰れたらななんて思ってるんですけど、5月がさこれだったでしょ。で準備始めて6月頭ぐらいに何かに変えて、で夏でみたいな感じにしようと思って、ね、何にしようかすごい悩んでるんだよね。なんか突発的なイベントのねやつだと、例えば七夕とかだと、そのさなんか過ぎちゃったらなんかちょっとね7月いっぱいはみたいな違うなみたいな感じになっちゃうかな。感じはひまわりとかそっち系かな、それかなんかプールとかね水遊び的なやつかな、いやそれ8月かなみたいな感じ、なかなか決まらないので、ぜひアイディアの方をいただきたいです。はい、そんな感じで完成したのがこちらです。見せてみました。クソガン見してる。で、お子には刺さらなかったようなので、ぜひ皆様にもう一度楽しんでもらうことで、私のお心を沈めていただければなと思います。で、ちなみにこんな感じで、藤のお香なども買って、香りも再現してみたのですが、はいね、うちのピーナッツ、全く興味がありません。ベイビーバス見てますね。はい、ファンで香りを届けようとしたんですけどね、この表情です。じとっと見てますね。私ももう諦め顔となっておりますね。はい、ということでもうお手上げです。母は泣いています。母はこのように泣いています。困って、次こそは喜んでくれるアイテムを作りたいなと思うんで、もっとキラキラとかなのか、なんかシャラシャラとかなのかな、ぜひなんですかね、お子のこういう喜ぶ装飾を作るのが得意な方いたら、ぜひぜひコメントでアドバイスいただけると、来月こそはじとっとした目ではなく、はい、ニコッとしたね、顔を届けてくれるのではないか、そう思っております。はい、というわけで久々のグンホの動画はこんな感じでした。次回も見てくれよな。バーイ。